Handsome Driver Presents You More Crazy。 朝昼晩関係なくおはようございます。ハンサムレーベルがお届けするラジオ番組ユーモアクレイジーのウェブ番組の特別編です。おはようございます。この放送は毎週水曜日午後9時からの30分間ラジオバリバリさんで放送されているユーモアクレイジーの反省会の特別編ですが、雨だよ。雨です。雨、豪雨です。なぜこんな豪雨の中ロケに出ているのかというと、以前の放送で愛媛県で行われたゆるキャラグランプリ2016のグランプリ新庄くんを私なっちゃんが見事に的中させたご褒美で、ご褒美で番組からチキチキ缶中ハーゲンダッツ食べ放題チケット、これゲットしました。はいね、はい。どうせならゆるキャラグランプリの会場になったこの堀の内城山公園で新庄くんに感謝しながらハーゲンダッツを食べまくろうということになり、こちら松山城が見える城山公園に来ています。こんにちは。まあ、こんな感じでゆるくやっていきたいんですが、はい、まず本日のスペシャルゲスト、はい、先ほどから気になってると思いますが、はい、彼ですね、はい、自己紹介お願いします。井上くんです。井上くんです。はい、ありがとう。ちょっと濡れながら私のサポートをしてくれます。じゃあもう早速アシスタントの方もう含めてちょっと大変なんでいいですか、始めて。どうぞ。始めます。じゃあこれ渡すので、はい、これもじゃあご褒美ね、はい、ご褒美ですもんね。ご褒美、ちょっとここの中にハーゲンダッツたくさん入ってるんでいただきますね。大丈夫、嬉しいでしょ。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいんですけど、え、これ何から言ったらいいですか。あのえ、なんかいろいろあるんですけど。そうっすね。え、これはちょっと待って、ピスタチオ。そう、これ食べていいですか。めっちゃ強い。いやいやいや、それそれあのプレミアムがやっぱ最後やったじゃないですかね。あのチョコからスタートしてたじゃないですか、なっちゃん。チョコ、あ、はい、はい、え、言ったっけ。え、覚えてない。いやいや、チョコだったんですけど、それが残念ながらチョコなかったんで、はい、じゃあピスタチオ。いやいやいや、チョコ、バニラ、はい、なんですか、ストロベリーみたいな感じで言ってた、はい、とりあえずバニラからいきましょうか。バニラ、あ、はい、わかりました。じゃあバニラからとりあえず、はい、これですね。そう、バニラ、はい。さあ、これスプーンも、スプーンもハーゲンダッツのやつなんですね。はい、それはもう、それはもうね。ありがとうございます。はい、じゃあ早速、はい、寒っ、早速嬉しいでしょ。嬉しいです。嬉しいでしょ。ご褒美でしょ。そりゃそうですよ、これご褒美会ですから。もう開けます。はい、どうぞ。やっぱね、やっぱりね、あの新庄くんが、はい、やっぱり、はい、取ったのがこの堀の内じゃないですか。はい、やっぱね、お祝いもやっぱ記念して、その、はい、なんていうの、おめでとうっていう感じで、やっぱ美味しそうに食べてくださいね。わかりました。はい、新庄くん、ありがとう。いただきます。あ、美味しい。美味しいです。美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。あ、よかった。そんなに喜んでもらえるとは思わなかったな。もう美味しい。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 どんどん食べますね。はい、溶けてないですか。あの、なんか知らないんですけど、いい感じで、あの、溶けてて。あれ、溶けちゃってた。はい、でもちょうどいいですよ。いやー、ほんとね、あのカチカチの状態でね、食べさせたかったんですけどね。おかしいな、ちょっと。寒おいしいでしょ。おいしい。おいしいでしょ。このシーンは早送りされるもん。もう早送りで大丈夫なんで。いやいや、もう早送りませんよ、もうこんなもんね。ご褒美ですよね、これ。ご褒美ですよ、これ。ご褒美ですよ、もう。シーンから引き切ってもらおうかと思って、ね、ありがとうございます。12月ですけどね。いやもう、いや、いやいやいや、もうあれ言ってたのいつぐらいでしたっけ。まだ暖かかったですよね。まだ9月とか、うん、10月とかぐらいじゃなかったですか。ですよね。はい、あの頃ならね、なんか、うん、あとまあ本当ね、こう冬でもなんか暖房の効いた暖かい部屋でアイスクリームって美味しいですよね。はい、
わかります。想像以上に寒いんですけど。寒いですか？はい、私は今車の中ですから、はい、もうね、もうそんな寒いところには私は出れません。ご褒美ですよね。ご褒美ですよ。ご褒美会ですから、もう存分に美味しいハーゲン、大好きなハーゲンダッツをですね、もうなっちゃんにもお腹いっぱい食べてもらいたいと。我々は嬉しい。もう早く食べてください、時間ないんで。はい美味しいからこうパクパク食べれちゃうでしょ。はい、でしょ。あの学生にとって、はい、ハーゲンダッツって本当に、はい、高くて高価なものなんですよ。いや本当ね、買いに行ったら高かったっすわ、ね、ハーゲンダッツなのに、はい、こんなに味を噛みしめずに食べてるハーゲンダッツ初めてです。ですか、美味しいでしょ、うん、ハーゲンダッツ。はい、美味しいですけど、はい、足先めっちゃ寒いっすね今ガチでこうなお腹壊したりしませんよね、美味しいハーゲンダッツですから。それは大丈夫、それは大丈夫だと思います。大丈夫ですよね、もうそらもう、どうですか、だいぶ冷えてきました。いや、大丈夫、あ、だいぶもう、あ、美味しいですか。ああ、美味しいです、頑張ってるね。美味しいんだ。美味しいです。いや、僕絶対、いや、本当食べたいな、僕も、本当来ますか、車の中で。こっち、いやいやいや、車の中でいいです。車の中ですか。もう車の中でいいですよ、はい、もう。いや、さぞ美味しいだろうな。早くあなた、ちょっと、バカですか食べれちゃうんですか。すげえ。すげえ。いや、なんか、うん、番組的に一杯で終わるのはちょっとツボきたらしくないと思って。なるほど、なるほど。いやいや、もう開けてたくさんあったでしょ。はい。バニラあと何個かあったと思うんですよね。はい。もう一個バニラ食べてみてくださいよ。ストロベリーっていいですか。いやいや、バニラ食べてくださいよ。バニラ、はい、バニラあると思うんですよ。クッキーあったわ。あるでしょ。あったわ、バニラ、はい、バニラやっぱそれ味違うのか、ちょっとね、気になっちゃって。寒買った場所が違うんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、バニラ、じゃあもう一個いきますね。あ、もう一個ちょっとバニラ、はい。あ、いい感じに溶けてる。どうすか、バニラ味変わんない。マジっすか。多分あともう一個バニラあるんで、はい、僕もね、バニラ好きなんですよ。ジャガーさん代わりに食べてください。いや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 、もうこれはもう我々はもう負けましたから。もうね、なっちゃんのお祝い会の、はい、お祝いですから、もう新庄くんのお祝いですけどね。あ、そうですね。あ、そうか。いやいやいや、うん、新庄くんのお祝いであり、やっぱなっちゃんのこの、なんていうんですか、勘の鋭さ。うん、はい。やっぱりね、あそこでね、新庄くんを言うっていう、その、はい、ね、寒いですか、はい、寒いですか。全然。寒くないでしょ。全然。いや、ほんとね、いや、結構暑がりなんですね、なっちゃんは。そうですね、夏生まれなんで。ああ、夏生まれ、はい、ね、なっちゃん知ってる、夏生まれなら寒がりなんだよ。一言言っていいですか。はい、うん、今目の前歩道なんですけど、うん、雨がすごすぎて、うんうん、川になってます。あ、いやー、ほんとね、なんで撮影日雨なのかっていう話ですよね。持ってますよね、持ってますよね、これ、うん、いや、やるな、なっちゃん。はい、どうすか、バニラ味変わんないから何とも言えないけどバニラ好きなんでしょ、うん、いや、僕もバニラ好きなんですよ。
でもピスタチオの方が食べたいです。ピスタチオはもうやっぱ最後にやっぱね、最後のやっぱこうなんでしょう、あ、最後食べたいものは最後に残すみたいな、そのな、言い訳がマジですよ。いやまずはやっぱりその食べたい順にこうね、チョコが本当なくって、あ、夏はチョコなくなるんですかね、知らないですけど、なんかねチョコもマカダミアもなかったんですよ。キャラメルもなくって、でキャラメルバナナなんたらとかなんかそういうやつ買ってて、はい、美味しいでしょ。美味しいですでしょ。やっぱこれでなっちゃん、なっちゃん、あのこれでもうハーゲンダッツうまいみたいなのを出すと、ハーゲンダッツさんがまたなんか1年分とか送ってきてくれるかもしれませんよ、ハーゲンダッツ。マジっすか。はい、頑張ります。美味しいでしょ。美味しい。いやもうね、なっちゃんやるな。どうですか、あ、完食やる。もういいよ、もうストロベリーいっちゃっていいよ。もう本当にいいよ、もうやった、うん、ストロベリーやったらまだいけます。あ、いけます。あ、いけるいける。どこだ、あ、これだ、ストロベリー。そう、ちっちゃいやつじゃない。あ、大きいやついきますか。あ、大きいやついってください。もうやっぱね、あの蓋にもねちゃんと、はい、えい、えい、ストロベリー。ちょっとカメラ寄ってあげましょうか。お願いします。はい、あ、手がかじかんで開かない。はい、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 やりましたよ。いただきます。あ、おいしい。おいしいんだ。味が変わると全然違う。大丈夫ですよ、ストロベリーもまだあと2個ぐらいありますからね。いやもう食べれなくなったらもう井上くんにこうバトンタッチしてもいいですよ。もう、え、本当に。その代わり井上くんが全部食べなくちゃいけないんでね。もう、 もうピスタチオまで。マジですか。はあ、井上くん高校生なんだよね。はい、うん、ごめんね。ありがとう。ちょっとあのなっちゃん、井上くんに、はい、あの彼女とか、はい、そういうのをちょっと聞いてあげてください。彼女いるの。はい、いるって。あんまりこれ公共の電波に乗ってない。大丈夫大丈夫、聞いてない聞いてない。公共の電波。公共の電波。公共の。やばいね。じゃどうすか。美味しいですけど。マジっすか。だいぶ味わからなくなってないですか。なんかもう味わってない。ストロベリーがただのジャムに感じません。はい。なんかすごいいっぱい人来た。やった人気者なっちゃん。違うっしょ。ご褒美ですよね。ご褒美ですよ、ご褒美ですよ。なんですかなっちゃん、やっぱこれ罰ゲームって思います。はい、だってもっと天気いい日にやってくれるもんだと思ってました。いや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 、我々もう吉日、吉日を守りますからね。あ、ほんとやばい。マジっすか。井上くん何も喋りませんね。喋っていいよ井上くん。寒すぎて喋れない。私もっと寒いから。そうですよね。はい、いやもうあれだから本当、え、何何になっちゃう、何何、え、美味しいでしょ。美味しいですよ。美味しいでしょ、美味しい。もうちょっと頑張ろうか、うん、それなっちゃん、それ服に色つくかも。大丈夫、髪持ってもらっとった方がいいよ。はい、ありがとうございます。
だんだん足の感覚はもうないんですけど、はい、手の感覚もなくなってきました。あら、もうそれね、あの登山家が死にそうになるとそんなになるらしいですね。ですよね。こんにちは、こんにちは。大丈夫ですか、なっちゃん。寝ちゃダメですよ。寝ちゃダメですよ。いや、これほんまに無理やわ。パス無理。もういいわ。じゃあごちそうさま、ごちそうさま。新庄君、ごちそうさまでした。はい。新庄君ありがとうございました。ピスタチオいいの？いいです。じゃあ締めでいいですか？さあ締めますか。じゃあカメラ戻しますね。はい。はい。多分。はい。どうぞどうぞ締めてください。じゃあ新庄くんのおかげで、はい、ハーゲンダッツ 2.5 個も食べることができました。いや、よかった。新庄くん本当にありがとう。ありがとう。ただ、うん、我々の愛を感じましたか？感じませんね。はい。本当に寒 い, いや皆さんも12月はい、屋外でのアイスの食べ過ぎには十分気をつけてください。はい。お腹がもう冷えて寒いんで早く暖かいところに行きたいです。皆さん、ユーモアクレイジーの本放送もどうぞよろしくお願いします。ソープ詳しくは画面下の情報欄にもご覧ください。それではありがとう。じゃあね。はい、オッケー。ほんまにやばい。ほんまに、もういらん、もうほんまにいらん。ありがとうございます。うわ、ほんまに足の感覚ない。やばい、ちょっと持っといて。ちょっと待って、ほんまに感覚ない。やばい。ちゃん、ここで。ほんまに感覚がない、やばい。何ですか？待ってます。やってだって。川なんです。じゃあねー。いや、本当に寒い。ハンサムレベルプレゼンス。